元文部大臣、労働大臣、ボゴタ市長。人民党党首で自由党の最もカリスマ的な指導者。彼は1948年に暗殺され、彼の死はボゴタ暴動とラビオレンシアの永遠となった。ガイタンはクンディナマルカケンマンタで生まれた。白人とインディオの根血であった。11歳から正式な教育を受けた。 コレヒオシモン・アラウホ学校で学び、1920年にコレヒオ・マルティン・レストレポ学校で基礎的な授業を終えた。彼は1924年に法律の学位を取得し、後にコロンビア国立大学の教授になった。1926年、彼はイタリアのローマ王立大学で法学の博士を取得した。初期の外誕の政治キャリアは1919 19年、彼が 当時のマルコ・フィデル・スアレス大統領に対する抗議運動だった。ガイタンは1928年、カリブ海沿岸のユナイテッドフルーツ社のバナナ農園での労働者のストライキを支持し、保守党政権によるストダン圧と大虐殺を激しく非難した。その結果、1930年の総選挙で自由党の大躍進に貢献した。1933年、 ガイタンは自由党左派を急合し、国立左翼革命的連合を創設した。ガイタンはイタリアの独裁者ベニートムッソリーニの演説技法に影響されたと言われる。ガイタンはコロンビアの河川政治を批判し、貧しい一般大衆の絶大な支持を得た。ガイタンは1936年6月から8ヶ月の間、首都ボゴタの市長を務め、自由党のエドゥアルド・サントス政権下で、 文部大臣を務めた。しかし、1946年5月の総選挙では、自由党の左傾化を警戒する、保守党派や地主、軍部の支持を得て保守党恩恵派のマリアーノ・オスピナ、ペレスが当選し、ガイタンは358,957票と2位のガブリエル・トゥルバイにも敗れた。保守党政権が16年ぶりに復活すると、 これを機に自由党政権時代の農地改革で土地を失ったサンタンデール県及び、ボヤカ県の保守系大地主は、コントラチェスマと称する準軍事組織を結成し、自由党系農民への迫害と虐殺を始めた。1946年夏頃から、農村部で激化した暴力は、多くの農民たちを都市部に追いやり、ボゴタでは難民が3万人に達した。 ガイタンはあくまでも非暴力の抵抗運動を提唱し、1948年2月、ボゴタで市民20万人による平和のためのデモを行った。ガイタンは演説で、我々はただ生命と生活を保障してもらいたいとだけ望んでいるのだと激を飛ばした。3月、ガイタンは警察の暴力に抗議する沈黙の行進に10万人を組織。 平和を求める演説を行った。オスピナ政権は自由党の圧力に対し、警察力に頼るようになる。1948年4月、ボゴタで第9回米州会議が開催される。トルーマンドクトリンに基づくボゴタ憲章が採択される。米州連合に代わる常設機構として、米州機構が設立され、アメリカを名手とする反共軍事同盟が結ばれたのだった。 4月7日、米州会議に対抗する形で、ラテンアメリカ学生会議総会が、ボゴタで開催されることが決まる。ボゴタに到着したフィデル・カストロは、ガイタンと会見、学生会議での記念演説の了解を得る。4月9日午後1時5分頃、ガイタンは、エルティエンポ新聞社でのキューバ学生団との対談のために、徒歩で向かう途中。 ボゴタのヒメネスでケサーダ通りと七番通りの交差点で4発の銃弾を受け射殺された。犯人のフアンドアシェラは27歳の貧しい青年で犯行直後に激行した群衆により隠れていた。薬局から引き出されて殴り殺され、群衆は遺体を街頭に吊るした。外胆の死が全国に伝わると、ボゴタでは大暴動が発生、さらに読んだカルタゴ、バランカベルメハ。 トゥルボでも暴動が起こり、バランキージャでは知事庁舎がボートに占拠された。カストロは警察署、暴動は2日後の11日に保守党政権の徹底的な弾圧により鎮圧され、ボゴタでは136件の建物が全焼し、市民ら約2000人が死亡した。その後の弾圧では1週間に5000人が虐殺された。オスピナ政権は急速に受け入れ化し、 自由党左派や共産党は地方でゲリラ戦を展開。1949年11月の総選挙では保守党調教硬派のラウレアーノ・ゴメスが当選し、ゴメス政権は独裁化し人民弾圧を続け、コロンビアは1950年代後半まで続くらビオレンシアに突入するのである。この政治的混乱と暴力の嵐は1953年6月のグスタボ ロハスピニージャ将軍による軍事クーデターによるゴメス追放、さらに1950およそ10年に及んだ動乱による犠牲者は10万人とも20万人とも言われ、コロンビアは現在まで続く暴力の伝統に苦しめられている。暗殺犯が死亡したため事件の全貌は今なお深い闇に包まれている。現在までに3つの説が浮上している。第1は事件直後に コロンビア政府が米州会議出席国に説明したもので外国の共産主義者により先導されたとする説。第2は保守党政権が性敵である外艦を暗殺したとする説。第3は精神異常者による単独犯行説である。第1説はコロンビアの保守派から、第2説はコロンビアの左派から支持されている。 コロンビアのノーベル賞作家ガブリエル・ガルシア・マルケスは、事件直後に現場で目撃した光景を辞書、生きて、語り伝えるで、薬局の前で人々を先導しているようだった男が、真新しい車に乗って去り、それ以降、この男の姿は、歴史から完全に消された。私は、あの男が、偽の暗殺犯を群衆に殺させることで、真犯人の身元を永遠に隠すことに成功したのだ。 という思いつきに襲われることとなったという内容の証言を載せている。外ンの暗殺事件をテーマにしたコロンビアアルゼンチン合作の映画ロアが事件から65年となる2013年4月9日に公開された。カタリーナ・サンディのモレノが犯人とされるフ安ン・ロアの妻役を演じている。ありがとうございます。